3月29日のポテです。こんばんは。こんばんは。今日の動画はコーギー犬のノエさんとイックンのお家に遊びに行くです。見どころはやっぱりポテと、うんうん、あのコーギー犬のノエさんとの触れ合いもう大喜びだったので、うんうん、もうそうですし、尻尾に注目ですね。うん、うんうん、すごかったね、尻尾もね、うんうん、あとあれだね、あのイックン、3歳のイックンに多分会うのが初めてでね、子供に会うのが初めてだったけど、うん、ポッちゃんは意外とこう子供のことが好きなんだなっていうのが分かったので、うんうん、そこも結構見どころなのかなと思いますね。はい、というわけでスタートです。レッツどうぞ。楽しかったね。大きい。ありがとう。お邪魔します。こんにちは。うれしい。初めまして。空中ですごいことない。やってて大きいね。本当に大きいです。してる。嬉しいね、坊ちゃん。嬉しいな。悪いね。嗅ぐか。いやね、あ、まず嗅がせた方がいいかもしれない。ちょっと嗅いでもらおうか。うん、先輩だ。ここに置いたんじゃない、ここに。なんかね、うるさくてね、嗅がせないからね、全然。ここに置いたんじゃない、ここに。そうだね、ちょっと、もうちょっと。ここで。ぬーちゃん、熱心に嗅ぐ。はい、よかった。うん。はい、一個だね。もう喜んでる、すごい。よかったね。前らが緊張してるね。耳ペタンってなってる。もうちょっとおいでにかい。前らから先行くかい。うんうんうん。ポちゃん嬉しいだった。ポちゃんポちゃん出してくる。初めまして。ちょっと待って、下からですね。そうそう。いい子だね。すごい。怖い。うん。寝ろ。どうした？寝るね。いっか。ぽちゃんいい？準備。いい子にしてよ。しつこくしたら嫌われるからね。いいの？いい。おもちゃいっぱいあるんだよ、おもちゃ。なんかどっちから取ったらいいですか？ふわふわ。いいですか？どうぞね。お気に入りなの。
またこっちこっち繰り返してこっちされたよかった最後の最後に。すぐ逃げるから。お下から行きたい人から。あでもお花。お花。抱っこされて安心してる。うん。もう全部は触ってないの。じゃあまたね。お別れの時。またね。またねって。微妙な距離からね。ちゃんまた来てねー。あ、リュック忘れた。ポッチャを片手は結構至難の技。うん、ハウス、ハウスじゃないね。ハウスにいるもんね、もう。ポッチャ行こう。うん、はい、上手上手。あら、ないね。ハウスだよ、ハウス。ごめんごめん。はい、どうぞ。はい、行こう。人ない。アキレス、あげていいですか？ぽっちゃん。開いてたのに入んなかったね、ここに。今日はお疲れ様でしたね。お出かけ久々の。お手手ちょうだい。お手手ちょうだい。お手手ちょうだい。うん、ありがとう。えらいね。肉球も触らせてくれるんだね。あれ、お疲れ様だね。ガブガブガブ。楽しかったかい？おまけです。おまけです。今日の動画どうでしたか？いや楽しかったね。楽しかったでしょ。うん。ぽっちゃんの幸せオーラがいっぱいでさ。そうそうそう。しかも予算地行くとやっぱりあなたにかなりいつもより甘えモードになる。うん、そうだね。なんかね、顎を腕にかけてきたり、顎を足に乗せたりとか。そうだね。うん。そういうところも見どころだったのかなと思って。うんうん、あとやっぱいっくんとのね。うん。ノエさんとぽっちゃんがいっくんに近づいていくシーンが一番の。じんわりポイントだよね。うん、可愛かった。
ぽっちゃんとのえさんはまだまだ距離があって、うん、ぽっちゃんしつこくするからのえさんも怒っちゃうしでドッグトレーナーの先生にこの2人はどうしたらいいかっていうことを聞いてきたので、それを踏まえながら今後も交流を続けていきたいと思います、うん、そうだね、うん、まあ10回ぐらいそのいろんな方法があったので、それを試したら仲良くなれるんじゃないかなって言ってました。先生ね、先生が、うん、せっかくね同じね町の友達なのでね、そうそう仲良くしていきたいね、うんうん、時間かからずにね会いに行ける距離だから、うんうん、そうだね、うんうん、というわけで明日ねまた多分、うん、もうちょっと公開できなかった動画をオフショットオフショットあるのではい、その辺も公開していこうと思いますので、うんうん、明日もお楽しみに、はい、本日もありがとうございました。そしてのえさんのチャンネルにも登録お願いします。うん、のえさんのチャンネルでも、うんうん、のえさん視点の動画がアップされているので、うん、それもぜひ見てください。ね、楽しみ。はい、よろしければ高評価もよろしくお願いします。お願いします。ポチッとだよ。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ポテンシャル2018でした。はい、皆さん良い週末をお過ごしください。これから病院です。はい。埋まってんじゃん、ぼっちゃん。いいね、好きだね、ここ。